佐藤市長より就任のご挨拶を申し上げます。では皆さんよろしくお願いします。たびたびすいません、会見ばかりいただいてよろしくお願いします。この度の市長選挙におきまして、多くの市民の皆様方から温かいご支援をいただきました。誠にありがとうございました。今回の結果でございますが、私のまちづくりビジョンを丁寧に説明してきたことで、多くの方々にご賛同をいただきとともに、またこれまでのさまざまな経験により培ってきた判断力と現場の状況に柔軟に対応したスピーディーな決断力、決して諦めない信念を持った実行力をこれまで以上に発揮することに期待をいただいた結果であると受け止めております。改めて身の引き締まる思いでございます。本市を取り巻く社会経済環境は、少子超高齢社会の進行や長引く物価高騰、自然災害の増加や激甚化など大きく変化をしており、特に本格化する人口減少は待ったなしの状況であり、こうした山積する課題に正面から向き合い、市政を運営していくことが必要不可欠であると認識しております。このような先行きが不透明で将来の予測が困難な時代におきましても、子どもから高齢者まで誰もが豊かで便利に安心して暮らすことができ、夢や希望が叶う街、スーパースマートシティを実現し、全国の中の宇都宮、世界の中の宇都宮として存在感を持つという高い理想を形にしてまいります。今回6期目の公約として、スーパースマートシティの実現に向けた施策を掲げました。まず市民の皆様の安全安心の確保に最優先で取り組んでまいります。また長引く物価高騰などによる市民生活や事業活動への影響を最小限に抑えるとともに、自然災害が増加激甚化する中、その備えを強化する取り組みをさらに強化してまいります。2つ目は、これからのまちづくりを担う人づくりであります。まず将来を担う宮古湖がのびのびすくすくと育つことができるよう、天候に左右されない遊びと学びの環境を充実してまいります。また結婚から妊娠出産子育てまでの希望を叶える支援を今まで以上に充実させるとともに、子育て世帯の負担軽減にこれまで以上に取り組んでまいります。さらに将来を担う若者が自己実現に向けて新たな一歩を踏み出すことができるよう、若者同士が交流を深め主体的に活動できる環境を充実してまいります。3つ目は、絆を深め共に支え合う地域共生社会の実現です。高齢者が便利に生活できる環境づくりや、障害者が親亡き後も安心して暮らせるようサポートの強化を図るとともに、女性が今まで以上に活躍できる社会を実現できるよう、育休の積極的な取得や多様な働き方の推進など、働きやすく職場復帰しやすい環境づくりに向けて、市内企業を支援し女性活躍を推進してまいります。4つ目は、人、物、情報が行き交う地域経済循環社会の実現です。商工農業振興に取り組むことで、地域産業の活性化や雇用の創出、持続可能で力強い農業王国宇都宮を実現するとともに、プロスポーツチームの活動環境整備や新たな世界大会の開催などにより活気やにぎわいを創出してまいります。5つ目は、二酸化炭素排出量を実質ゼロとする脱炭素社会の実現です。ゼロカーボンシティの実現に向け、公共交通の利用促進やバス・タクシーなどの EV 化を進め、ゼロカーボンムーブをさらに推進するとともに、脱炭素先行地域を中心として再生可能エネルギーの供給と利用の拡大に向けた取り組みを着実に進めてまいります。
6つ目は、まちづくりの基盤である NCC の形成です。地域拠点での生活利便施設の立地誘導をさらに促進し、利便性を高め、生活の質の向上を図ってまいります。また、都心部におきましては、JR 宇都宮駅西口周辺の再整備や、大通沿線で官民一体となった開発を進めるとともに、中心市街地の昼間のにぎわいづくりなどにより、拠点性のさらなる向上を図ってまいります。そして駅西側のライトラインは、2030年運行開始を目指すとともに、これを基軸とした階層性のある公共交通ネットワークを築き上げてまいります。最後はデジタル技術の活用です。こうしたスーパースマートシティを構成する地域共生、地域経済循環、脱炭素の3つの社会や NCC の構築をさらに加速させるため、産業経済の活性化や行政サービスのさらなる充実などにデジタル技術を最大限活用してまいります。またデジタルに不慣れな方でもその恩恵が受けられるようデジタルデバイド対策を強化し、市民の誰もがデジタルを安心して利用できる環境づくりに取り組んでまいります。最後になりますが、これからの4年間におきまして、スーパースマートシティの実現にこれまで培ってきた多くの経験と市民の皆様とのつながりを糧に、慢心することなく諸子貫徹で取り組み、今を生きる市民のため、未来を生きる市民世代のため、誰もが幸せに暮らすことができる町の実現に全力を尽くしてまいりますので、今後とも市民の皆様のなお一層のご協力を賜りますようお願いをいたします。どうぞよろしくお願いいたします。それでは続きまして、ご質問等がございましたらお受けしたいと存じます。質問のある方は社名と氏名をおっしゃっていただいた上でご発言をお願いいたします。それではよろしくお願いいたします。下野新聞の志崎です。ご説明ありがとうございました。今のお話の中にもありましたが、中心市街地の活性化に関わるところで、宇都宮パルコはですね、スポーツ用品大手の、ゼビオさんが取得する方向だというふうな、ことが分かりました。改めてですね、パルコの、空きビルだったパルコに後継テナントが決まりそうだということに関しての受け止め、そして市としてどのような支援をしていくかということをお考えお聞かせください。お願いします。はい、長年の懸案でありましたパルコの土地について、いろんな方が名乗りを上げて、そして協議がずっと続いていました。いいところまで来て、なかなか決定できないということでしたが、今回はだいぶいい状況だということを報告をいただいています。なんとかゼビオさんが取得をされ、そして町の中心市街地のシンボル的な存在であったパルコ跡地がよみがえって、そして市の発展に寄与していただくことを心から切に願っています。そのためには、立地適正化計画のその計画の中にある、補助制度とか、いろいろな仕組み、これを、市としてはご説明、提供して、決まった場合には、ゼビオさんが進出しやすい環境と、中心的な町中の活性化に役立っていただけるような支援というのを考えてまいりたいと思います。よろしいですか。他に質問のある方、よろしくお願いいたします。共同通信の市川です。先ほど、その市民の皆様の安心安全の確保を最優先という言葉を使っていらっしゃったかと思うんですけれども、これは安心安全という意味では具体的にどの政策をこうネットに、自然災害に対する安全安心というのが、一番大きいと思います。河川の整備、そういったものも
ませんし、河川の整備は下流からということで、ずっと市が対応対策を取り続けてきました。一朝一夕にできるものではありませんので、それに対する即効的な対応、浸透マス等の設置とか、そういったものも市民の皆様方のご協力をいただいて、積極的に展開をしていきたいと考えています。また街中の治安ということで、だいぶ賑わいを取り戻したオリオン通り、日の町通りといった中心市街地でありますけれども、それだけ多くの人が来れば、いろんなトラブル等も懸念されるところであります。すでに市の商店街の方々と連携を取った取り組み、警察の方のご指導で進んでいますけれども、それをしっかりと実効性のあるものにしていくとともに、効果があるものについてはどんどん取り入れていきたいと考えています。今日もオリオン通りのパトロールは、することに予定になっていますが、そういうものも必要でしょうから対応してまいりたいと思います。ありがとうございます。すみません、もう一点ちょっと続けて、慢心することなく諸子貫徹で取り組みたいというご説明ありましたけれども、諸子というのをこう一言で説明するとすればどういう言葉になるでしょう。そうですね、職員にもお話ししていることでありますけれども、我々次第で町は変わっていくものだと思っています。我々が10の力を持っていながら7とか8であれば、市民の皆さんにはそれしか返っていきませんし、我々が10以上の力、11、12の力を出せば、市民の皆さんにその効果が現れていくものだと思います。そうした心の持ちよう、そして行動力、そしてその行動力にはスピード感、こういったことを繰り返し話をしていきました。そういうものをこれからも怠ることなく4年間全力で出し切ってまいりたいと思います。ありがとうございます。以上です。じゃあどうぞ。はい、朝日新聞山下です。よろしくお願いします。いわゆるですね、103万円の壁の見直しについてお伺いしたいと思います。宇都宮市としてですね、この103万円の壁が見直された場合、どのぐらい影響があるのか、税収が減ると試算されているものがあれば教えていただきたいというのと、全国の首長さんからこの問題見直しについての賛否の声が相次いでいますが、佐藤市長として賛否、どういうお考えをお持ちなのか、この2点をお願いします。まず市が受ける影響額でありますけれども、個人市民税として約100億円の影響があると、そういう試算が報告されました。賛否についてですが、女性活躍とか、働き手の確保といった点では大いに賛成するところであります。あとは、自治体が受ける、特に市町村が受ける影響が、これは大変大きなものがありますので、これについてはやはり、手放しで喜ぶことはできないものでありますので、国等がしっかり市町村、影響を受ける側のことも考えてもらわなくてはならないと思うんですね。ただ国にばかりどうしろこうしろああしろということではなくて、市もその効果によって生まれてくる、働き手が増える、で企業にとっても増収増益になるということも当然考えられますので、そういう効果、これも最大限できるような施策を市として市町村として取っていくことっていうのも努力していく、努力をしていかなくてはなりませんので、ただ単なる賛否だけではダメだと思うんですね。とですね、その今個人市民税が100億円減るというお話があったんですが、もしこの100億円という税収がなくなった場合に、具体的に市の行政サービスでどういう影響が出てくるか、具体的に考えておられるものはありますでしょうか。その影響があったとしても、サービス、市民サービスの提供には、市民サービスの提供の低下は招かないようにしていきます。はい、わかりました。他に質問のある方、よろしくお願いいたします。毎日新聞の松澤です。
LRT のことについて教えてください。2030年に開通ということなんですが、逆算していくとですね、このスケジュール感、何をやっていくのがいつなのかっていうのは分かっていることを教えてください。あともう一つ、LRT で、整備を進めていく中で計画の見直し等が行われる可能性とかについて教えてください。計画的にはまず来年度、国、国土交通省の方に機動運送高度化実施計画を出してまいります。でその許可が出次第の工事着工ができるよう、そういう計画で進めていき、なんとか2030年には、開通できる、そういう努力をしてまいります。また計画の見直し等については、基本的には予定通りでありますけれども、これは機動運送高度化実施計画の中にしっかりと示していきたいと思います。可能性っていうのは今このまま予定通り計画通り進めてまいります。これは東側と同じように着工しやすいところから進めていくということになると思います。東側は、道路等の試験者の方がいないところ、そういうところが、着工しやすいということで手始めに行ってきたんですね。一番最初に手をつけたのが清原工業団地内の緑地帯、あの道路、あそこを、工事の、最初の着工ということで進めましたので、そういうしやすいところから着工していくと思います。他に質問のある方、よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。ではそれでは以上で記者会見を終了させていただきます。大変お疲れ様でございました。ありがとうございました。また4年間よろしくお願いします。